こんにちは、こんばんは、お久しぶりです。つとむにきです。4ヶ月ぶりの動画投稿ですね、ははは。皆さんゴールデンウィークは楽しみましたでしょうか。こちとら家に引きこもって永遠に動画編集してたわ、クソが。ということで今回はオーバーフラッグの自動変形の動画になります。今回作ったものがぐるぐる回ってる灰色のオーバーフラッグっぽい何かです。変形する部分を動かしてきたよ。これが自動変形するの、すごすぎ。それでは早速このオーバーフラッグを制作していくよ。現状の 3D デザインがこちらになります。全体のモデリングはほとんど進んでおりません。サボってたんですかね。で今回制作するのは腕なし肩なしの上半身です。では変形箇所について説明していくよ。変形前と変形後の形状がこちら。胸のあたりが後方に移動して頭が下がって収納されます。真横から見た方がわかりやすいかな。動きは少ないですがサイズも相まってこの変形動作をする機構を実装するのが難しかったですね。ということで機構の説明をするよ。頭の昇降機構です。上下するだけやろ、簡単やんけって思うかもしれませんが、私もそう思います。はい、機構はこんな感じ。送りネジ機構としてネジを回して頭を上下させる感じです。ワイヤーで引っ張るのも考えたんですけどバネがいるしワイヤー使う機構にトラウマしかないので採用しなかったよ。胴体部分の動きです。ポイントとしては足のフレームが接続される部品を軸に胸が平行移動しながら回転します。平行リンク機構がドンピシャな動きになるんですけど外観デザインの都合上実装が難しいので別の方法でこの動きを再現するよ。動きを再現する方法ですが、固定した歯車状をアームで連結した歯車で回したら倍角になったり平行移動になったりする例のやつです。バックラッシュでガタは出やすいですが一直線上で平行リンクもどきが作れてとても重宝してる。機構の解説は終わり、現実世界で実際に作っていくよ。 3D プリンターで部品を作るのでスライサーを使って 3D データを変換します。データをぶち込んで 3D プリンター様に作っていただきましょう。使用している光造形 3D プリンター薄リアリティ3のハロット1だよ。出来たてほやほやの出力物がこちらです。作った部品とニッパー、一次洗浄用のアルコール、二次洗浄用のアルコール、超音波洗浄機もろもろ用意して後処理をしていくよ。まず汚い方のアルコールで表面にごっそりついてるレジンの残りが落とすよ。これでほんまに落ちてるのかはわかんねえ。一次洗浄二次洗浄で分けてますけどぶっちゃけフィギュアを出力するだけとかなら気にしなくてもいいと思いますね。私の場合は厚みが変わったらはまらないとか歯車がうまく噛み合わないとかになるので丁寧に洗浄するようにしてます。次、サポート材を取っていくよ。一つ一つ丁寧にニッパーで切っていくのはめんどくさいので手で剥がしていくよ。こんな剥がし方してるから表面ボコボコになるんだよな、反省してくれ。左がサポート材、右が使う部品、出力物の半分はゴミになるんやなって。はい、サポート材の残骸がついてたりするので汚いアルコールでさらっておくよ。ここから超音波洗浄機の出番です。新しい超音波洗浄機を買ったんですがこれが優れものでして、これの最高に良いところが容器が取り外し式なんですよ。電源コードが外せますとかじゃなくて容器が完全に分離するのですごく便利。ということで容器に綺麗なアルコールを入れて部品をぶち込んでいくよ。一次洗浄で使ってるようなクソ汚いアルコールを使うと引き上げた時にアルコール内のレジンがくっついて寸法が狂うんですよね。超音波洗浄機を使ってる意味がなくなるので綺麗なアルコールを使ってるわけです。この手のタッチパネルをしてる感覚がなくて怖いからキラスイッチオン。なんか気泡がブクブクしてて洗浄できてる感ありますね。超音波洗浄機での洗浄は割とおすすめなので光造形ユーザーの皆さんどうですか？UV ライトで二次硬化していくよ。以前使っていたネイルで使う UV ライトのやつを分解して専用の硬化機にしました。はい、ということで残りの部品も同じ手順で一次洗浄、サポート材剥がし、二次洗浄、二次硬化までしたよ。控えめに言ってめんどくさい。組み立てていくよ。まず腹回りを組み立てていきます。回転部分の大事なところはしっかりベアリングを入れます。中に歯車を仕込んでベアリングをはめた部品でサンドイッチ。そしたらこんな感じ。ついでに歯車もう一つも入れときました。
歯車が連動してるのがよくわかりますね。胴体のフレームとガッチャンコ。胴体フレームはさっきのこの歯車と接続されるよ。外れないとは思いますけど一応ネジ止めはしておきましょう。今使ってるウェラのドライバーこないだなくして再購入したやつなんですよ。お値段なんと750円、お高い。工具なんて100均のやつ使えばいいやんって思うかもしれないですけど使いやすい工具は作業効率も上がるし作業中のストレスも軽減させられるんですよ。なので工具メーカーさんはお値段が高くなっても買ってしまうような工具を開発してほしいですね。知らんけど外装をつけてみたよ。フラップ感が出てきましたね。頭の昇降機構を組み立てるよ。胴体のフレームに歯車を仕込んでいきます。フレームをギアボックス化してしまう感じですね。ちなみに計算は何もしてないのでトルクもスピードも適当です。どうとでもなるやろ。長いのでカット。モーターを回したら黄色のマスキングを貼ったネジが回転します。ここに首のフレームをつけたら昇降機構は完成。いわゆる送りネジ機構ってやつですね。ちょっとシンブレがありますがまあ許容範囲ですね。ガバなので仕方ない。この首の部品、赤に白のしましま入れたらどこからどう見ても点。腕のフレームを回転させる部分を組み立てます。今回は動作確認がしたいだけのおまけポジなのでバッサリカットしたいんですけどこれだけは見てほしい。ベアリングをはめられて抜けないようにしてなおかつ隠せるデザインができた。こんな感じ。合わせ目も消せて完璧な出来栄え、素晴らしいね。コネクタを付け替えて動かします。ぐるぐる回っておりますが後でポテンショメーターをつけるので動く角度は制限されるよ。腰部分を組み立てるよ。ここは足の接続方法とかの関係で絶対変更が入るので今は適当なデザインです。こだわりも特にないのでバッサリカット。動かすよ。モーターを回したら胴体ババピント3仕事してくれ。気を取り直して。モーターを回したら胴体が水平を保ちつつ回転します。構造は違いますが平行リンク機構とほぼ同じ動きですね。この動きかなり好き。黒いレジンで作った部品だけ塗装します。適当にグレーのサーフェイサーを拭いて色合いだけ合わせておくよ。最後に外装を組み立てます。今つけてる外装はしっかりデザインしてから入れ替えるので色々適当だけど許してください。最後に動かないバックパックを組み立てて完成。動かすよ。エッチな動きでよい。待って待ってバカーほど島抜け。はい特にトラブルもなく動きましたね。少し動きがぎこちないですがとりあえず今回は良しとしましょう。完璧を目指すよりまず終わらせろってよく言いますからね。それよりいい加減動画上げないと見えない奴に押しつぶされて死んでしまう。真横から見たら上半身が水平を保ちつつ回転してるのがわかると思います。あとこっちの方が頭が収納されているのもわかりやすい。はい、ということでオーバーフラップの自動変形作ってるよ動画でした。グラハムスペシャルに一歩前進しましたね。マジな話こんな中途半端な状態で動画化したのがすごく申し訳ない。今回は途中経過ということで勘弁してください。次回と次次回ぐらいはまたオーバーフラップとは別の動画を上げる予定です。前ちらっと言ってたご家庭でやる電子工作的な動画、いやちょっと違うかもしれんけどそういう感じの動画をやりたい。あとひつまぶしにモデリングしたデミバーディングがもったいないので気が向いたら 3D プリンタでフルスクラッチします。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価コメントしていただければ泣いて喜びます。それでは今回はこの辺で。さあムーネイル。